ジェシー・トーマス・リードはアメリカ合衆国ハワイ州ホノルル出身の元プロ野球選手。リンウッド高校から1980年の MLB ドラフト一巡目でサンフランシスコジャイアンツと契約。1987年9月にメジャー初昇格を果たし、9月29日には初スタメンでサンディエゴパドレスのジミー・ジョーンズから本塁打を放つも2年間で。 出場は8試合のみ、アンダはその本類が1本のみにとどまった。1989年にオークランドアスレチックスと契約するが、メジャー昇格はならず、シーズンオフにフリーエージェントとなった。1991年7月に日本へ渡り、NPB の近鉄バファローズへ入団。同年、近鉄は、ラルフ・ブライアンとジム・トレーバーという協力スケット外国人を要し、 主位争いを演じていた。しかし、7月に、ブライアントが故障で、戦線離脱してしまう。だが、第三の外国人として契約していたオジーカンセコは、まだ一軍出場の目処が立っていなかった。そこで、白羽の矢が立ったのがリードだった。入団するとすぐに一軍登録され、シーズン終了まで出場し続け51試合に、出場し打率。 275本塁打10本を記録しチーム残留を勝ち取った。翌1992年はトレーバーが退団したこともあって開幕から一軍で4番打者として出場し続けていたが打球団に対策され打率を大きく下げ本塁打も10本止まりとなる。シーズン後半には途中入団したアルビン・デービスに一軍の座を譲り渡すこととなりそのまま退団し現役引退。 ありがとうございます。